can と able to の違いっていうのをネイティブ感覚で聞いてみようと、はい、そうですね、ほとんど変わらないんだけど、でもやっぱり違いがバンと出るのはね、過去の時だってよく言われますね。あ、はい、could だったらどうなっちゃいますか。 I could go to Shibuya yesterday、はちょっと変ですね。 I was able to win the match とか win the game、 ここで could がダメっていうので、はい、入試に出てくる。どうも、では始めました、むちぃチャンネルです。今回はですね、はい、再び音楽の方々においでいただきました。はい、お願いします。はい、今回はですね、英語についてやっぱりね、うん、聞いていかなきゃいけない。一応ね、森哲也 English Channel とやってるんですけども、 TOEIC が開催されなかったせいでですね、はいはい、もうほとんど学歴中のチャンネルみたいに学歴好きの人のチャンネルみたいになっちゃってるんですが、最近盛り上がってますね。英語のチャンネルであるということで、はい、やっぱりちょっと英語もねやっていかなきゃいけないっていうことで、うん、今回はなんと can と able to の違いっていうのをネイティブ感覚で聞いてみようと、はい、そうですね、理屈ではいっぱい習っているんですけど、うん、今回はこのオーストラリア人のカイロに聞いてみたいと思います。はい、どうですか、 can と able to の違いとか考えたことあります？今あんまりないですね。そうですね、生活してて自分でどう違うとかって言われても、うーんっていう、可能だとできるってどう違うんですかって僕らが聞かれてるようなもんなんですそうですね、そうですね、イメージが全然違うけどみたいなんだと思うんですが、どうですか、 can と be able to イメージとかあるんですか。ほとんどない。ほとんどない、うん、Almost the same ってこと。 Almost the same、 あ、別にもうバンバンこれ大口先生が編集するから英語でバーって喋っちゃっていいですから自分が編集するとかめっちゃ面倒ですけどもうやんなくていいと思うと思う、いくらでもどうぞ、ね、まあこれ日本語で言いづらいなってことも全部英語で喋っちゃって全然もうなんか全然日本語中心でいいですよ全然日本語中心で大丈夫ですまあもう特に違いはないと、うん、特に意味的にはそんなに違わないね。なるほど。ただやっぱり、うん、まあ、文によっては違いが出てくるっていうのはある。あと一応 can の方が使われてる。ああ、頻度的に。そうそうそう。able to の方がちょっと少ないかな。うん。うんうん、まあそうですね。あと can には意味がいっぱいありますからね。そうそうそう。can の方がなんか幅広くていろいろ使えるから、うん、そっちの方が普通に出ちゃう。そうだね。まあ可能、短いし。そうですね。可能性の意味とかでもね、あとお願いする時にもよく使うから、ね。そう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 。親友とかっていうのも使うし、そう、日本人がね、英作文すると全然出てこないんですけど、なかなかかもしれないっていう意味で、ね、よく使うんで can なんて本当は、うんうん。でもそういうのがあったりとかいろいろあるんですが。違いをちょっといろいろ聞いてみようと思います。はい、じゃあ自転車に乗れるようになった、うん、ね、最近大口先生が言ってたことですもんねもう俺小学生以下やね私は最近乗れるようになったまあだからにね、そう、他の国で全然自転車乗らない国いっぱいありますからね。そうですね、アメリカとかも全然馬もいたし、そう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 、馬で通ってたからあの自転車っていうのは馬だったらしいんですよ、本当にすごいな、すごいすごいな5倍ホースみたいなわけでしょ、倍ホース、倍ホースって言える、倍ホースっていう聞いたことないと思って、倍バイクみたいな感じで倍ってもう買うみたいに聞こえちゃうけどやっぱそれ違いますか。 I can ride a bicycle nowI am able to ride a bicycle now、はい、意味的にはもう全然一緒、うんうん、イメージ違ったりするんですか。イメージはこういう風に違うっていうのはないから、あ、じゃあほとんど変わらないと。ほとんど変わらないんだけど、あの、グシが例えばちっちゃい頃乗り始めて、はい、できたーっていう瞬間があって、その時は can の方が多いかな。 I can ride a bike now、 そう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 、そこで I am able to ride a bicycle っていうのがちょっと変だな。なるほどね。やっぱり I am able to って言ったら言葉に意識してる感じがするので、自然に出てるっていうよりも意識して出してるみたいな感じ。うん、じゃあ固く聞こえたりはします。若干フォーマルに聞こえる感じもします。そうですね、 can よりは若干硬く聞こえるんだけど、うん、まあ、普通にカジュアルな感じ、あの、会話でも使える、うん、でもやっぱり違いがバンと出るのはね、うん、過去の時だってよく言われますね。あ、はい、昨日渋谷に行けたよみたいな、まあ YouTube のど田舎からやってるからそうです、ね、だから渋谷とか分かんない、どこ渋谷なんてみたいに、ね、なっちゃうと思うんで、そういう時とかはやっぱり大丈夫、中華そんな感じで大丈夫じゃあ
名古屋大都市ですから。そうだ、名古屋もう一駅行ったらなんもないですけどね。嘘ですよ、そんなことないですよ、はい、これ今しっかり使いますけど、はい、ありがとうございます本当に。じゃあ渋谷に行けたって言ったら、うん、なんて言います？ I was able to go to 渋谷。はい、うんね、渋谷に行くことできましたよみたいな感じなんですが、そこで could だったらどうなっちゃいます？ I could go to 渋谷 yesterday、はい、うん、はちょっと変ですね。どういう風に聞こえちゃいます？もしこんなこと言ったら、もし日本語で訳すと、うん、昨日渋谷に行ける可能性がある。あ、可能性に聞こえちゃうと、可能性がある、今も可能性があるなのに昨日行ったっていう、ちょっと不思議な、今可能性があるのに昨日みたいな、はい、聞こえるってこと。まあそうですね、 I could go to 渋谷って言ったら、まあ行けるよみたいなね、そんな、そうそうそう、そんな風に聞こえますもんね、うん、はい、それなのに yesterday がついてて、うん、どっちってなるんですね、はい、もう過去のことにはならない、うん、そうですね、うん、やっぱりよく言われますね、過去の1回の動作の場合は be able to を使いなさいっていう風に習うんですよ、うん、僕らも、うん、そうだね、だからよくあるのが I was able to win the match とか win the game、ここで could がダメっていうので、はい、入試に出てくるんですよ。 I could win the game、 なんか I could win the game って これからのことです、うん、勝てるよみたいな。でも I could win the game yesterday って言ったら、うーってなりますよね。そうですね、そこはやっぱり、うん、そうなんだ、1回の動作に使えないっていうね。助動詞の過去形もややこしいですよね。 could って過去だからやっぱ過去のことだと思っちゃうけど、必ずしもそうじゃないっていうのが難しいところですよね。過去でできたって意味だとどういう時に使います？ could は。 I could see the mountain、はい、とか、うん、I could see the stars、はい、うん、そうね、こういう近くとね相性がいいですね、うん、近くの場合だとこうすることが、ね、見えたとかっていうのは使ったりとかもね、うん、できるんですよね。すげえ、なんかこのチャンネル初めて英語の先生っぽいこと喋ってるわ。でもあれですよね、なんかよくなるのはそういうのはなんか例外的で一応考えて、うん、基本的にはできたって時は was able to がいいよみたいな、そうだね、言ったりしますよね、うん、それがただまたね否定文になるとね、うん、couldn't になるとまた変わるわけじゃないですか。そうですね、I couldn't win the game yesterday、うん、それは OK、 なるわけですね、はいはいはい、その辺とかもね、うん、ややこしいんですよ英語ってね。ややこしいですね。その場合は別にね、I wasn't able to ってね、言わなくてもいいし、うん、わざわざ硬く、I was unable to とかってね。I was unable to win。 そっちはあんまり言わないですね。そうだったら I couldn't の方が硬い方が、はい、こういうのも実は習ったりするんですよ私たち、うん、はい、でね、そうそう、疑問文に変えるとまたそれややこしいじゃないですか。そうですね、 Can you go to 渋谷 tomorrow? っていうのと、うん、Are you able to go to 渋谷 tomorrow? って言った場合はどうですか、違って聞こえます？ほぼ一緒なんだけど、はい、able to の方に若干ちょっとニュアンスが入ってる。お can よりは、うん、can はただあの来れるみたいな感じだけど、はいはい、ね、able to って are you able to come to 渋谷 tomorrow、うん、go to 渋谷 tomorrow、うん、この聞いてる人が聞かれてる相手がなんか来れなさそうな感じ。あー、なるほど、何かあって、うん、来れないかなって思って聞いてる、うん、相手が仕事あるから、うん、来れないかなって、あ、はいはいはい、それを知った上聞いてる感じがちょっと、うん、若干そのニュアンスが入ってる、うんうん、なるほどね、気に入って言った場合は来れるみたいな、まああとお願い的なのもあれ、まあ、もしキャンユーだったら、あーそう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 だったらお願いがね、そうありますからね、そういった感じで、まあ、ニュアンスがいろいろ変わってくると、うん、発音とかもね、ありますね、キャンと、イギリスではね、キャンってあんま言わないよとかっていう、ね、そうですね、うんうんうん、オーストラリアでもそう言ってないんだけど、ね、I can ride a horse できないな。ride a horse 、ね、このやっぱキャンじゃなくてカンですよって習うんですね、はい、確かに確かに、うん、I can't do that I can't do that そういう感じで習いますもんね。なるほど、難しいですね、やっぱ難しい、 can't be able to とかね、いろんな違いありますからね、こういうね違い系のものもね、うん、いっぱいこれからぜひ教えてあげてください。ああ、もちろん、じゃあ2人でどんどん取り上げていきましょう、はい、これね、はい、そしてバズらせてください、うん、いやもうバズ起こしまくりちゃいたい感じですね。今の方がバズらなさそうな感じですね。僕たちのどういうことやってほしいかみたいなのもよかったら、ああそうね、今日の見て、はい、うん、こういうやってほしいよっていうのをコメント欄にですね、はい、ぜひ書いていただければいいんじゃないかなと思います。対話やってくれるからね、何でもやります、何でもやっちゃう、はい、何でもやります、はい、馬乗ってとか言って、あ、全然乗る乗る、いや乗りたいですよ、乗りましょう、馬乗ってドライブスルー行くやつとかね、えないない、 YouTuber よくやる、ドライブスルーに馬
まなってるなっていう感じなんですが、え、なんかお知らせがあるんですか？そうなんですよ、この度ですね英語を音で学ぶ英音楽アプリがいよいよね、10月30日にリリースとなりまして、ぜひ皆さんに試していただきたいなと思いますね。カイラはね、英音楽ソングって毎回歌ってるからね、カイラの歌で英語を勉強できるっていうのがまたちょっと一つ面白いんじゃないかなと、ね、思いますね。あとまあ今みたいな形でなんか細かなね表現のニュアンスの違いとかもカイラと一緒にあの解説してる動画いっぱいあるので、まあそちらもぜひチェックしていただければなと思います。はい、ということでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 バイバイ。 バイバイ。今が買い時乾杯。Actually, what time did you wake up this morning?